イラストレーターのことを罪さん、無駄のマージュを謝罪、作品の投与については否定。イラストレーターのことを罪さんは2月3日、引用をオマージュ再構築として制作した一部作品について、権利者の許諾を得ずに投稿を販売してしまいました。とファンや関係者に対して謝罪しました。イニシエ島さんは10万人以上のフォロワーを誇る人気イラストレーター、 近年では有名アーティストや企業とコラボレーションした作品も増えていましたが、自身の一部作品において、出展を明記せずに先行作品、イラスト、写真等の構図などを真似る手法に対し疑問の声も上がっていました。1月28日に暴露系 YouTubeR のコレコレさんが、イニシエ島さんの子、牛田手法を取り上げる配信を行ったところ、 問題点が改めて取り沙汰されることに、炎上状態に発展したことから、コラボ商品が販売中止になるなどの影響が出始めていました。イニシエトーさんは謝罪文で、今後はこのようなことがないように猛省し、しっかりと自らを律する所存です。著作権や権利についても改めて考えてまいります。として謝罪。その上で、企業とのコラボ作品については、 クライアントワークはすべてオリジナル作品です、と説明しています。なお、イニシエトーさんは、引用、オマージュ再構築を権利者に無断で行ったことについて謝罪していますが、本来、引用やオマージュは適切に行えば権利者への許諾は不要なもの。今回問題とされているのは、引用やオマージュを超えて盗作に当たるのではないか、という部分でしたが、 この点について後藤さんは、写真そのものをトレースしたことはございません。模写についても同様の意図はございません。と否定しています。